坊の津学園の校舎南薩摩市立坊の津学園は、鹿児島県南薩摩市坊の津町パクにある市立の義務教育学校。2010年に旧坊の津町の区域に設置されていた小学校及び中学校を、それぞれ一校に統廃合し、南薩摩市立坊の津学園中学校及び南薩摩市立坊の津学園小学校として設置された。2013年から、 南薩摩市立坊の津学園中学校及び南薩摩市立坊の津学園小学校は施設一体型の小中一貫校となっていたが2017年に南薩摩市立坊の津学園中学校及び南薩摩市立坊の津学園小学校を統合し義務教育学校南薩摩市立坊の津学園として開校した本校では 南薩摩市立坊の津学園の前身にあたる、2010年に、南薩摩市立パク中学校と南薩摩市立、久し中学校を統合し設置された南薩摩市立坊の津学園中学校及び、同年に、南薩摩市立パク小学校、南薩摩市立久し小学校、南薩摩市立清原小学校、南薩摩市立栗野小学校を統合して、 設置された南薩摩市立坊津学園、小学校並びに坊津学園小学校に統合された前述の4校についても記述する。南薩摩市の南部の坊の津地区に位置する義務、教育学校である。児童数は2011年8月31日現在で74名。2017年4月6日現在の在校生は134名である。坊津学園の前身にあたる。 坊津学園中学校は、2010年に、南薩摩市立坊泊中学校と南薩摩市立、久市中学校が統合され、旧坊津町全域を校区とする南薩摩市立、坊津学園中学校として坊泊中学校後に開校した。坊津学園小学校は、坊泊小学校と久市小学校、清原小学校、栗野小学校を統合し、 旧坊津町全域を航空とする南薩摩市立坊津学園小学校として坊白小学校後に開校した。2013年に坊津町パクにある高太郎公園内に新校舎が完成し、坊白小学校後に設置された南薩摩市立坊津学園小学校と坊白中学校後に設置された南薩摩市立坊津学園中学校は、 施設分離型の小中一貫校であったが、施設一体型の小中一貫校となり、鹿児島県内初の施設一体型小中一貫校となった。本校の中学1年生は7年生、中学2年生は8年生、中学3年生は9年生として扱われる。2013年の新校移転後は、施設一体型の小中一貫校となっていたが、条例上は小学校。 中学校ともに別の学校として設置されていた。学校教育法の改正により2016年に制度化された義務教育学校を、ボーノ学園小学校、ボーノ学園中学校に対しても適用することとなり、2017年4月1日に南薩摩市学校設置条例が改正、施行され、南薩摩市立ボーノ学園小学校及び、 南薩摩市立坊の津学園中学校を廃止し、新たに義務教育学校である南薩摩市立坊の津学園が設置された。鹿児島県内では出水市立鶴草学園とともに初めて設置された義務教育学校となった。特例教科として坊の津学を設置し、坊の津の地域や歴史、海に学ぶ科目が設置される。防爆中学校。 編集久市中学校、編集久市中学校は土地防ク小学校、編集久市小学校、編集久市小学校は地、清原小学校、編集栗野小学校、編集防ノ津学園の通学区域は、合併前の防ノ津町の区域が指定されており、合併前の防ノ津町の区域にあたる大技は以下の通りである。ありがとうございます。